水遁アメシコ。これを全てかわすのはさすがのあなたでも不可能。まあそうでしょうね。あなたとはこうして本気でやり合ってみたかったのですよ。サメ肌もいつになく喜んでますね。水遁水光弾の術、カトン豪華球の術、終わりだ。シャリンガンならこの霧の中でもわずかな影を捉え背後から襲うことができる。お見事と言いたいところですが、それを読んだ上での水分身というわけか。相手の背後を取るのにここまで苦戦したのは久しぶりです。嬉しいですね。あなたがその同日アマテラスを繰り出そうとするほど本気とは。ですがその同日はチャクラを消費しすぎる。この後のサスケ君との戦いに響くのでは。やれやれ、ここまでにしましょう。私もあなたのその覚悟で満足することができましたからね。元より俺の望んだ戦いではない。さすがですね。この私に冷や汗をかかせるとは。サスケとは二人きりで戦いたい。他の者たちの足止めを頼む。いいでしょう。しかし、ずっと行動を共にしてきたあなたとここで別れるのは寂しいですね。来たか、サスケ。お前は、お前のその目は何一つ真実を捉えていない。お前は何も見えていない。確かにマダラについて俺は何も知らない。だがそんな瞳でもしっかりと見えているものが一つだけある。一体何が見えている？今の俺のこの目に見えているもの、イタチ、あんたの死に様だ。俺の死に様か。再現してみる。カトン、豪華球！アマテラス。
最後の術になる。雷鳴と共に散れ。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。これがなければやられていた。ここからが本番だ。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。何言ってやがる。何かってはないのか。奴を倒しては。諦めろ。お前の負けだ。黙れ。クソ、どうすれば。逃げ場はない。来るな。壁。俺の目だ。やめろ。お前は俺の光。来るな。サスケ、お前は俺が。全く仕方のない奴だな。なんで兄さんが愚かなる弟。こんなこと。恨め、憎め。新しい手裏剣術を教えてくれるって約束しただろ。また今度は。兄さん、なんて遠いんだ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。